源の正子二2年3月21日は、中納言藤原長日の妻、村上源氏。父は、堀川左大臣源本俊房。美福門院藤原徳子の母。長生2年8月19日に、夫長美と死別した後、翌年出家して、越後二孔と呼ばれた。旧安2年10月4日、小一くらいに除する少女、息及び、 夏季の戦苗を受けた。生前における生一位女医は、史上5人目で、以後700年余りにわたって例がなかった。娘の藤原徳子が、芳葉法王の長愛を受けていたこと、英治元年に、孫の体田仁新郎が、この絵天皇として即位したことなどが、小一位就任の理由であった。源の政子の部一位戦苗出典 本朝聖紀天皇我が御とのリムネ四万とめ、千直命縁危機、職、止めの部、御琴がいそ店追飾り旧不動派、霊天のつね家所存なり、小麦げん阿尊ま子八ん家がいそぼうなり、国の久し木止め支店なむ、小瀬も、小一くらいか、造王級止め昭布天皇我が御とのリムネ縁危機、座止めの部旧案二年十月四日天皇が、御琴のリムネラマと、千不直命を、 聞き食さえと乗る、外相当飛びて、追飾りしたも道は、霊天の常も損するところなり、小無意阿孫雅子は、陳が、外祖母なり、国の久しきとしてな、無、小瀬もって、小一位を送りたまえと、御子とのり、普天皇が、御子とのり胸を、聞きささと乗る、旧安二年十月四日、任平二年三月二十一日、八十七歳で、没した。ありがとうございます。